立ちなはれ。もし人が今でも万物の霊長やというのやったら、こんなむごたらしい毒だらけの世の中ひっくり返さなあきまへん。何が文明や蝶やトンボやホウタルやシジミやタニシやガンやツバメやドジョウやメダカやゲンゴロウやイモリや、数も知れんほど行さんの生き物を殺しておいて、水俣病の患者はん知ってありまっか。中でも胎児性の患者はん、わしはこう言うた中でももう腹渡が逃げ帰るようになります。首は座らん、目は見えん、耳は聞こえん、口聞けん、味は分からん、手でもてん、足で歩けん、そんなやや子を産ませておいて、大腸菌かて住めん海にしやがって、何が高度成長や。貧乏が何度す。え、思い出しなはれ。知らん人には教えてあげなはれ。お芋の葉を食べたかて生きてきたよ、おへんか。思い出さんかい。もしあんたが人やったら、立ちなはれ、戦いなはれ。郊外戦争や水俣戦争やで、戦争の嫌いなわしらのやる戦争や、人間最後の戦争や。